こうして監督の後任に選ばれたあなたは谷川顧問のところへと挨拶に来ていた。おお、よく来てくれた。君がわしの後任として赴任してきた監督じゃな。見ての通り、わしはぎっくり腰でのこんなありさまなんじゃよ。新監督くん、わしのいない間野球部の指導は任せたぞ。おっと、言い忘れるところじゃった。部員にはわしのことは内緒じゃぞ。ぎっくり腰で入院なんて恥ずかしいからの。私は野々原千秋です。これからよろしくお願いしますね、監督。あの、私の名前は牧野泉と言います。監督、これからよろしくお願いします。監督さん、俺の名前は滝沢薫って言うんだ。これからよろしく頼むぜ。監督、私の名前は浅井真由美です。これから私たちの指導の方よろしくお願いします。私の名前は中山玲子と申します。監督が私の才能を開花させてくれるよう期待してますわ。僕の名前はね、長島茂子っていうの。でも監督は僕のことモコって呼んでね。監督殿、お初にお目にかかる。私、須永智美と申します。以後ご指導のほどよろしくお願いするでござる。監督、うちな木村ゆか言います。これからのうちらの指導よろしく頼ますな。自分の名前は林京子と言います。監督、自分たちの指導よろしくお願いします。私、河合ひろ子です。これからよろしくお願いします。その分頭を使わないとね。
そりゃいいけど、真由美、監督さんはお前をキャプテンに指名したんだぜ。そう、いいわよ、引き受けても。オッケーなの？ええ、でも監督、意外な選択をするんですね。私をキャプテンに指名する確率は 10% 以下だと思ったの。監督だもの。まあ、いろいろアイデアを出したら